Okay, we back with some more beef. Let's see. It's time to save him. あのものは何か間違っている気がするのだ。奏者はそうは思わぬか。破壊を口にしながら除名の可能性を口にする。自らを無慈悲と語りながら敵対する者の闘争を良しとする。世にはあやつのあり方がよく見えぬ。何者なのだあの女は。うむ、そうだな、奏者よ。あれはまず間違いなくサーヴァントではある。電脳体として存在する生命だ。作りが微妙に我らとは違う気もするが、マスターを第一の魔力源とするサーヴァントだ。そう、サーヴァントなのだ。3人目の奏者との間に契約を交わして深く結びついている。破壊の申し子のように振る舞いながらも人間に理解を示すのは3人目の奏者と契約している影響であろうか。しかし文明の破壊か。しかしどうにも世の胸に引っかかってしまう。あの者の言葉と気配、いや全てに対して違和感があるのだ。奏者よ、そこにいるのであろう。新しい石鹸を持ってきてはくれぬか。そのようにうつむくのだ。世がこのようにして肌をさらしているのだぞ。一日のうち世がこうするのはそう多くの時間ではないのだから、きちんと目にしておくべきではないか。 Why is she so proud?グローリーラインと来たか。意味は全くわからぬが、言いたいことはなんとなく伝わるというか、そうはっきり言われると世も気恥ずかしくなってきたな。言っていたとも。そして世は自分がいささか情けない。このような惨事一つで胸をときめかせるなど恋を知らぬ生娘ではあるまいし、慣れた弱みだが、世は負けぬ、負けぬぞ。この場での主導権は世にあるのだからな。気の利いた人では行くぞ。心して聞くがよい。奏者よ、そなたは半身浴を知っているか。I don't even know。 それはどのような浴か。半分神のものに憧れるという意味か。それともまあよい、巧みなトークで場は盛り上がった。
世は主導権を取り戻せたな。取り戻せたであろう。であろう。世も伸ばせて、ろくな話題が浮かばなかったが、なんとかなったのでよしとしよう。しかし、この横層のデザインは失敗したかもだ。もっと大きく作っておれば、そなたと入れたものを。She pouting。うむ、そうだ。この戦いが終わり、セラフを統一した暁には大浴場を作るとしよう。町一つを浴槽に見立て、七つの海を模した大浴場と大サウナ、そして南国の美味と美女。要は自分の才能が怖い。一つの町を湯のために使うなど、時の皇帝ですら考えぬこと。そうであろう、奏者よ。温泉のための町、うむ、温泉街ドムスイグニスと名付けたい。ハスプリングス。秦王の凛々しさに当てられて、つい心機一転などと勇ましく口にした私ですが、出陣にはいささか時間がありますので、疑問点などをお聞きください。何しろ私が活躍できる数少ない見せ場です。誠心誠意お答えしましょう。捕食優勢ベルバー、この存在こそが秦王のマスターを襲った敵の首魁。1万4000年周期で現れる彗星であり、前回の到来時において観測確認された形態は涙する目に酷似しているとか。この優勢はあらゆる知的生命体にとっての敵と言えるでしょう。優勢は惑星付近を通過する際、惑星上に存在する知的生命体の文明を破壊します。地球にも一度接近、通過を果たしており、その折にはムーンセルのデータのうち8割を侵食、破壊したと記録されています。破壊され尽くしたムーンセルの領域のうち、再生不可能な侵食部分は凍結され、切り離されました。現在でいう未明領域がこれに当たります。同時に地球上に存在していた有史以前の文明を完全に破壊しています。空にベルバーが輝く時、月は砕け、あまねく地上の営みは滅びる。我らの敵は、そう、知的生命体の敵、文明の敵、そして人とその文明のすべ、それがついに現れたのです。あの白いサーバント、アルテラこそベルバーの先兵に違いありません。うん、改めて聞くとさすがに固唾を飲んでしまうな。優勢、彗星が相手とはスケールがでかすぎる。あれか、ロケットにまつわるサーバントを探し対決させるべきなのか。ロケット、ロケット、ぐぬぬ、さすがにそうは思い当たらぬ。そうですね、フォン・ブラウンという人物がいたようですが、西欧財閥が宇宙開発を凍結したため姿を消してしまったといいますし、
魔の星デルバー。うむ、確かに世は覚えたぞ。それこそがセラフを蹂躙し奏者を苦しめる諸悪の根源、敵の名であるのだとな。14000年周期で訪れる幽星ベルバー、それに対処する防護策の一つがレガリア。ムーンセルが持つ権限を一時的に第三者に譲渡するシステムです。神王の形態変身はその英霊の特性とは別に、ムーンセルそのものから力を引き出したもの。あれは対ベルバーに特化した形態なのでしょう。レガリアの権限でムーンセルの力を組み上げ、自分の思うままに特性を変化させたというのだね。しかしあの適正プログラムは何なのだ。恐れながらまさしくご明察の通り、キャスターが放逐していたものも、英霊アルテラが率いていた軍隊も、ベルバーの細胞に侵食され変貌したもの。14000年前、このムーンセル内部に侵入し排除しきれなかった幽星の先兵、アンチセルなのです。ムーンセルはアンチセルを排除できなかった。未明領域に彼らを封印するしかなかった。その封印をですので、お忘れなきように。レガリアは対ベルバー用の霊槍、アルテラを撃つための武器なのです。そうか、そうなのか。てっきり世はムーンセルがもたらした奏者との結婚指輪か何かとばかり。真実のレガリアとはそうロマンチックなものではないんだな。ちょっぴり残念だぞ。いや、うん、分かってはいたのだ。きっとそういう真面目なものだと。まあよい、くれるものはもらっておく。レガリアの進化が武器ならば買いこなすまで。世の際、英霊アルテラ、彼女は地球における英霊です。それがサーヴァントとしてセラフに存在、いかなる理由か幽星に選ばれ、その手足となって神王に敵対している状態で、セラフに現れた黒い適性プログラムは幽星の細胞に侵食され変化してしまったベルバーの増幅、そしてその兵を指揮する者がアンチセル。ベルバーが文明を捕食する際、アルテラはそのコマンダーです。あれは未明領域の封印を解き、最悪を読み、完全なレガリアを持つサーヴァントをムーンセルの化身であると仮定するならば、アルテラは幽星の化身に相当する存在でしょう。さらにはレガリアの一部までも有し、今や彼女は史上稀に見るありえざる魔力量をもって多大な破壊を行い、14000年前にベルバーが残し、強力にして強大、実に恐るべき相手です。英霊なのだな、あくまで。よい、神王がムーンセルに選ばれたように、あれもベルバーによって選ばれた。世のようにか。アルテラという神明には、はい、アルテラという神明に正しく該当する英霊は現在のところ確認。うん、それだ、そうなんだ。聞いたか、神明さえ聞けば大抵の場合はあの地のあの時代における英雄かと思うものだ。あの者にはそれがない。アルテラ、聞き覚えはあるような気もするが、ここ特殊な固有スキルや宝具の類によって隠蔽されている可能性もあります。そうなのだ、世が忘れ。無論調査は行いますが、判明の可能性は薄いものと。最後にあなたにとって重要なことをお伝えします。覚えておいででしょうか。ムーンセル中枢における王権登録作業の折り、おそらく
捕食優勢ベルバーの一部。1万4000年前に太陽系に現れ、地球と月を滅亡寸前まで追い込んだ巨神。ベルバーは優勢ではなかったのか。ベルバーとて優勢、惑星に衝突しては自らも損壊する。ですので優勢は先兵をその文明に送りつける。1万4000年前に使用された先兵がその巨神なのでしょう。この巨神は未明領域で眠っていたと思われますが、優勢の接近で目を覚ました、そういうのだな。はい。とはいえすでにムーンセルに敗れ瀕死だったものです。未明領域の闇の中でようやく存命できるほど。外に出れば自戒する。あくまで旧世代の先兵です。だからこそベルバーは新しい先兵を欲しがった。最接近しつつあるベルバーは未明領域に残された分身巨神を利用して襲撃を行ったのでしょう。そしてレガリア継承の準備を進めていた私を襲い、彼の電脳体を3つに引き裂いた。精神と魂はなんとか私が逃がしましたが、肉体は転移させられなかった。すでに巨神は崩壊したものの、敵はマスターを獲得し、ムーンセル内で自由に活動できるもの。サーヴァントを召喚することに成功した。それがあの白い命令アルテラ。彼女は地球の肉体は捕らえられ、強引にマスターとして利用されているのです。まあね、あやつが我が奏者を捕らえていることは明白だ。余も念のために尋ねよう。レガリアを取り戻し、ここにいる奏者と3人目と。はい、まず間違いなく。キャスターによって連れ去られた魂は行方不明ではありますが、アルテラのレガリア消え去ることはありません。ご安心ください。その場合魂はどうなる。再統合にあたって呼び寄せられるでしょう。現在別れ独立しているのは、精神と肉体が一つになればその器に決定します。となれば残る魂はおのずと本体に帰るよう。なるほど、より強いものに引き寄せられるというか。拒むことはできません。精神と肉体が一つになった時点で残りの一つは遠く。ああ、ただそうですね、それは面白い考察です。神を3要素のどれかが不慮の事故で消滅した場合、それは他の2要素のどれかに統合されます。いえ、例えばの話、魂がキャスターによって殺されたとしましょう。その場合確かにですが、新たな魂の要素が肉体に宿り、三位一体はなされます。引き裂かれる前にあった魂の記録が復元されるのです。ですので極論として、精神と魂が何者かに殺害された場合、それらのアルテラは神王とキャスターを倒し殺害すれば、自然と万全のマスターを手に入れられるという。その点においては肉体の奏者を抑えているアルテラが有利ということか。ますますどしがたい。だがよい、魂であれ肉体であれ、どちらか片方を取り戻せば奏者は助かるのだ。しかし、小悪狐に続いて星よりの使者とはなぜなのだ。キャスターはまだ良い。獣であろうと奏者の魅力からは逃れられるものではないからな。星か、星に求められるとは。なぜそんなにモテモテなのだ奏者よ。若いというのはいいことですね。ですがまあ、そろそろ出陣の準備をしましょう。
好きだの嫌いだのの話になると私は全く役に立ちません。今は時間を無駄にできる状況ではありません。その手の話はアルテラを倒した後になさるのがよろしいかと。旗の聖女、この上ない難敵だったが、こたびもなんとか勝利したな、奏者よ。しかし、いかなる理由があっての行動だったのか、最後まで告げぬとは、口の固い女だ。まあよい、いくらかの予想であればつくというもの、当の本人にな。そうであろ。What the?気配を読み取ったか。鋭いな。三度目ともなれば嫌でも気づく。とかく貴様の気配は独特ゆえな。まあよい、今は真っ先に問いただすことがある。旗の聖女が敵に回った理由、すなわち聖女は邪悪の優勢に組みしたか。いな、そうではあるまい、アルテラよ。貴様だ。貴様が貴様であるがゆえに、ルーラーはそちらについたのであろう。何を言うかと思えば、当然のことを問うな。お前は自分の言葉を理解しているのか、セイバー。お前が戦った2機は我が軍神の剣によって従わせたまでのこと。分かりきったことを問うなど。自分の言葉を理解していないのは貴様の方だな、アルテラ。私と正面から交われば壊れるだけだ。誰であれ、私の正面に立つことはない。私を止めたいのであれば逃げながら戦うほかだというのに、面白い戦い方をするのだな。お前は滅びを回避するために戦いながら、滅びそのものを否定しない、いやその価値を認めているのか。シンクのセイバー、舞い散るために生まれた花か、絶え間のない炎のようだ。当然だ。要は滅びを嫌うのではない、醜いものが嫌いなだけだ。そして、いや遅い。どんな騎手にも同日か、実力で聖女たちを従えたと豪語するだけはある。倒すべき敵ではあるが、称賛は送る。余が認めよう。今貴様は最高の剣士に違いない。だが勘違いするでないぞ。今だけだ。余とて負けっぱなしではない。その気になればすぐに追い抜くのだからな。アルテラ、貴様なぜ笑う。いや、言い直すぞ。何を楽しんでいる。笑う、私か。そうだ、何を喜ぶアルテラ。破壊だけが貴様の本分だと言ったが、要はまだ貴様。確かにその通りだ。お前は私に破壊されてはいないし、
そればかりか笑っている。本当だとも。鏡を見て確かめるがよい。だが敵を追い詰めることが快感なのか、戦う相手がいることが嬉しいのか、どうなのだ。決まっている。敵を追い詰め蹂躙するの。私になすすべのないお前の苦しみをこそ私が望むものに他ならない。だが笑うなんてありえない。だって鏡と言ったな、セイバー。いいだろう、鏡ぐらいなら私のマイルームにだってあるはずだ。私は違うはずだ。人のような機能はない。それを何？本当に見に行くやつがあるか。こら、戻ってこい。勝負せよ。なんという遊びの効かない性格か。次に会う時が猶予の終わりだとそう言ったのは貴様ではないか、アルテラ。しかしマイルームにまで乗り込んでくるとは、油断も隙もあったものではないな。まったく、入浴中であればどうするつもりだったのか。時と場所を選ばぬあやつの行動、アルテラも焦っているのかもし。うむ、戦いを重ねるにつれみなぎる気力、高まる集中力。ヨガ本気を出せば限界など日々更新。ま、仮に入浴中に戦いを挑まれた場合、それはそれで別の戦いが始まるのだなと。そして不思議なことだが、奏者よ、世はあやつ。うむ、敵であるから憎む、敵であるから振り返る。強烈ながら神王へ申し上げる。ネロ・クラウディウス陛下、御身こそが真に正当なるセラフ。あなたは義王であるキャスターを倒し、破壊の軍勢による侵攻をものともせずにレコンキスタを。レガリアの真の所有者はあなたであり、魔の星ベルバーの化身かのアルテラにも、すなわちあなたを選んだムーンス。世を選んだか。それには無論何がしかの意味はあるのだ。まあそのあたりはどうでもよい。神王であらずとも魔聖ベルバー云々は後回しだ。あやつを制した後。よくわかりませんが、それはセイバーとして召喚されたからですか。最強のサーヴァントは自分一。うん、それもあるな。同じ成分のサーヴァントとして世の格はともかく、世のマスターの力が疑われる。あ、いや、あやつのマスターも奏者なのだから奏者の評価は下がらぬのか。ややこしい。ともかくだ、世が戦うのは世であるからだ。得がたい公敵種がおり、倒すべき目的がある。これで燃え上がらなければ何に燃えるという。世は強いものを好み、美しいものを愛する。それはあやつであれ例外ではない。英霊アルテラは
It sparkles. アルテラ、世を炎と呼んだあの者と世は、一度目は剣を交わすどころではなかった。二度目は剣を振るので精一杯ではあった。これでしまいだ。アルテラにももう四度目でようやく本当の。セラフの真なる統一はこれより始まる一戦にこそありましょう。レオを導いたあなたとあなたの信じる皇帝を、この一戦においては。うむ、期待しているぞ、ガメイン卿。世もそうだが、貴公も同じセーバーとして。しかしどうして世を見ずに奏者を見るのか。その後一度じっくり話さなくてはな。ああ、なんだこれ、順番にやっていくのか。まあいっか。ランサーのサーヴァント、クーフーリン、お望みとあらば力を貸そう。ここがあんたの後ゴーラだ。14000年前の魔聖なんぞに興味はないが、敵が来るのなら全力で叩き伏せる。ブレ後ゴーラ、音に聞こえた不退転の戦士のルーンか。それは実に興味をそそるが、世の剣がすでに不退転であるがゆえ無用の心配だ。アルスターの光の巫女よ。だが礼を言う。貴殿の心意気を世と奏者は無駄にはせぬ。ふん、神王である前にセイバーか。わしは天下国家の行方には関わることなき男だが、お主のかような言葉には特進が言った。陰の名君にはまだ遠いが、その真っ正直な心意気は心地よい。この短き間によ、この戦はお主の戦だ。我が剣存分に使うがいい。何しろわしの本分はアサシンよ。単身で敵陣へ駆け、敵将の首をもぎ取ってこようかなどと持ちかけては、お主の。うむ、すまぬな、魔剣士殿。実に頼もしいが、今回は気性を抑え、暗殺者の心境は世も理解している。今の言葉最大の賛辞として受け取った。魔剣士殿は割と小煩悩なタイプか。若者というか教え子には厳しいが、うむ、この戦いが終わった暁には世にも中華の武芸を教えるがよい。私からは何も。我らが皇帝陛下は有言実行、猪突猛進、健康一滴が常だと嫌というほど知っている。事態が大きければ大きいほど喝采を浴び、勝利を収めるのが君の特性だ。そして勝ち目があるのなら我ら四騎は君の意向に従うさ。だが気をつけたまえ、栄枯必衰も君の特性だからな。どう勝つかではなく、勝った後にどうするか。ここは持ち上げてくれるところだろうと不満げな顔をされても困る。君の命令はマスターの言葉にも等しい。そしてそれ以上に、ヴェルバーは止めぬ。アルテラを倒すことは我ら全員の目的だ。そこに至るまでは協力を惜しまない。そうだろう。その通りです。全ては神王の勝利のため、神王のご意向のままに。ならば遠慮なく、世は力を借りよう。四騎、心して聞くがよい。最後の戦いである。世の国と今よりセラフの全てを統一。